鎌田英吉から1934年2月6日は、紀州藩出身の明治期の官僚、政治家。数密顧問官、貴族院議員、衆議院議員、文部大臣、慶応義塾長、帝国教育会長。肖像医、訓位等。号は、畜道。紀州藩の家臣団、鎌田桑倉の子として、紀の国に生まれる。同世代に、津田で、む宗む 桑山角蔵北畑同流など。藩校、学習館に入り兵学、官籍を学び、南流院の命により、藩の選抜を経て、東都遊学の命を受け人た人田もつらと共に、慶応義塾に入る。1875年卒業し、慶応義塾で教鞭を取る。紀州藩の藩政改革時に、津田出が多額の藩金を費やして、紀州に、 フランス式の陸軍を持とうとしたことに反対し、人物養成の必要性を主張して対立した。1877年に西南戦争が起こると、熟成の多くが旧藩に帰郷したため財政難となるが、日夜寝職を忘れて身を教職に捧げる。1881年に設立された公立鹿児島学校の教頭として閉世られる。 1884年内務省御用係となる。1886年大分中学校長に就任し、1887年大分県人上師範学校長に転じ1889年まで在任した。1894年には、第3回衆議院議員総選挙で、和歌山一区から衆議院議員に当選。その後、1898年に、 慶応義塾長、高等教育会議員となり、1906年5月17日に、貴族院議員に直選される。慶応義塾では、臨時教育会に橋を発する学校教練主相者の山川健次郎と共に、軍事予備教育を確立するよう提言し、兵式体操を改善して、体役可視化に会言役証拠を起用。 1919年には国際労働機関開催の第一回国際労働会議に政府代表として出席。1922年には文政審議会委員、教育評議会会長となり、加藤智三郎内閣の文部大臣となった。1927年により、数密顧問官を務め、同年に帝国教育会長に就任した。ついで臨時ローマ字調査会委員、 教科書調査会会長となる。1930年12月15日に発足した臨時ローマ字調査会では、田中立愛吉に対抗して、ヘボン式ローマ字の使用主張。死去に際して、満州国建国功労賞を贈られる。また、紀州徳川や第15代当主の徳川寄道の指南役を務め、南青井区営会を設立するにあたって、序文を担当した。 ウィキメディアコモンズには、鎌田英吉に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。